山田達也は日本の建築家。山田建築研究所代表。さつきとめいの家1963年、静岡県にて生まれた。静岡県立掛川工業高等学校を経て中部大学に入学した。1986年に同大学の工学部建築学科を卒業すると愛知県名古屋市の設計事務所に勤務した。その後、二度にわたり、 ヨーロッパを放浪し、一旦帰国した際には、建設会社で勤務した。2001年に、山田建築研究所を設立し、住宅、事務所、店舗などの設計を手掛けている。さつきとめいの家の内装一般の住宅の設計なども手掛けているが、その他に、スタジオジブリに関連する作品に多く携わっている。スタジオジブリの第2スタジオ、第3スタジオ、 第五スタジオは、いずれも、山田の設計によるものである。また、スタジオジェブリ取締役でもある、宮崎駿の個人アトリエと、春の個人事務所、二馬力が置かれている、豚屋や、総屋も設計した。木造家屋の勾配がある屋根を緑化する試みは、珍しく、雑誌などで取り上げられている。2005年日本国際博覧会においては、三鷹市立、 アニメーション美術館館長だった宮崎五郎らと共にパビリオン、さつきとめいの家を建築するプロジェクトに参画し、設計管理を担当した。また、東京都杉並区の公園予定地内の家屋が火災により消失し、その後、宮崎早浦の尽力により、杉並区立 A さんの庭として新たに整備されることが決まると、その公園内の家屋の設計も手掛けることとなった。 尊敬する建築家として安藤忠夫の名を挙げている。さつきと名の家の前景さつきと名の家の井戸小屋。ありがとうございます。